時刻はただいま2時5分。はい。はい。やっていきたいと思います。脱出ゲームですね。知らない。教室読めよ。誰もいない教室に一人でいると、いたずら好きの幽霊が寄ってきて、教室に閉じ込められる。しかし、呪ジュン文ダはは、書いてないよ。誰から聞いた話だか、そんなことも忘れてしまうほどありふれたホラー話。だがしかし、ジュンラは文字を読みまくると寝てしまうのである。忘れかけていたその話を思い出したのは今、自分の身に起こっている現象のせいであることは間違いない。そう、眠気がやばいのだ。来た来た来た。始まりました。ドアはピクミンとびっ動くかりない。だよ。それにこの教室、自分がいた教室とは違うようだ。ここから脱出する方法を探そう。あれ気がやついな、たら視聴覚室やな。いたと。おお、なん青、か赤、黄意味ありげに。色。4、6、3、2。あるね。矢印だね。あとは矢印。数字だね。ああ、はい、数字を入いきれるまと。す。てるてる坊主、押せると。これじゃん。ああ、これな。とりあえず、一旦。おお、熊。熊さんあげると。これで一周してきたと。調べるところは、憎むものいつか死ゆう子。ちょっと言ってるかな。4時2分ってこと？違うな。何時かがわからんってこと。さっき3時やったけど。くっつけてみようか。よいしょ。ここ、動かせるんだ。見たら3時やった。あ、オープニングやつね。違うな。さすがに。これスポーンかぶせまあ、れるんなんちかゃそんな感じかな。違う？うではな。ないな。お、それやそうです。このクリック音がたまらないよねーって。まあこれやな。語呂合わせ。語呂合わせとは、数字や記号に連想できるものをまた読める音を当てはめて、別の単語や文章に置き換えることであり、数字の羅列を覚える際に便利である。なんと素敵な平城立京。派ね。な、よ、み、制限なしさ。徳川、年が私の財宝。全部 読めるでしょ。な、徳田、徳長田じゃね、ない？徳田ね、長ね。違うわ。墾田永年私財の方で。何それ知らんけど、初めて聞いたわ。嘘つうの？嘘？マジ？あ、これあれやな。てるてる坊主やな。てるてる坊主が？天気これ分からへんね。なんだ？出てきたな。楽楽ししいい子子供供会。会。あ、分かった。てるてる坊主。あ、順番？5月3日、雨のち晴れ。順番変えれる？てるてる坊主。あ、クリックの順番ってことか。間違えてた、今。てるてる坊主。じゃない。ドラッグでもない。一筋縄ではいかへん。2、40。240ってなんだろうね。語呂合わせ。2、よれ。開ける順番。動かせるじゃん。動いたな。連打で動いたな。なんかあるな。糸？なんテだ。グス？テグス。そうだね。まあ、240は僕何か、なんとなく。240分かった。多分だけど。多分、あれかなっていうの。
なしさ。だから語呂合わせで、うん、強し、強、強ね、強って強ちゃん違う、あ、これか、憎む29もの、あ、わかった、これ六角やから123、はい、そうだろ、うん、多分そうじゃない、憎い子、うん、憎い子、子ってない、あ、なるほど、9、1、5、これか、うん、目にくい子、お、はい、来た来た、た、何これ、たっちゃんのた、た、た、たっちゃんのたをどうするんや、どこに使うの、暗なったね、暗くなったね、あ、出てきた、よし、なんで急に、とファイヤー、え、なんで持たせんの、あ、手ぐすで、あ、道具が足りないんじゃない、多分、あ、そういうこと、なんじゃそれ、これはもういいの、これ時計、時計、時計何時なの、ヒントあった、うん、僕はあれかな、2時40分、うん、短いのと長い、長いのだったでしょ、矢印、ああ、そうやろ、2時40分ってどれ、時計読めるのかいって、それは正解は絶対、はい、まあ多分違うと思う、違うんですよ、その記号をもっとよく見た方がいいです、ね、あれ、黒板のやつ、長いのが2やろ、うん、ってことは10分や、うん、短いのが40、うん、40時間でもそこは分数になったらいいだけじゃん、分数、うん、8か、うん、ああ、8時10分とか、うん、なるほどな、賢いな、もう動いたらあかんやけ8時、おお、さすがだっちゃん、お、し、あ、文字が楽しみかよ、うん、今足りひんのな、うん、針がいいのかな、たぶん、まあそうだね、うーん、お、あ、針がゲットしましたね、やりました、はい、お、あ、あ、たし、あ、なんだ、あだ、楽しいじゃないんだ、これまだ解いてへんよな、うん、まあ確かに、24、右手左手、右手が2、左手が4、あー、わかった、逆じゃん、え、こうか、あ、いや、こう、こう、こうか、あ、どっちだろうねこうか、右手が4か、うん、左手が2、うん、ってことは、うん、左2回右が4回ってことちゃう、あー、そういうことね、違う、右手が4回、うん、1、2、1、2、3、4、逆、逆やってみる、うん、1、2、1、2、3、4、違う、違うな、違う、増えてる、ね、増えてるね、おう、うん、増えてるわ、手の数とか違うか、これなんか書いてへん、これ、え、ほんとだ、秘密のまじない、左右、秘密のまじない、机、左に4、右4みたいな、机、
調べられるのって、それ調べるのあれだけしかないのな。教託は、教託あ、これまた動くだけ。あれ出てきましたね、サミ、サミ、あー、え、そいつ、いや、そいつじゃないでしょ、違う、うん、手を切る、あ、じゃあこれか、うん、あれあれあれ、で、うんうん、どこは通す、あそこ順番変えるとか、そういうことや、ずれた、もっと広がらん感じ、うん、違うかった、いや、合ってるね、変えたからやるの、ん、あ、もう一個た。たしやた。これはな、天気はな。うん、一等それだけだね。あ、血中が増えてる。え、でもこいつはもうないんじゃないの。え、こいつ、でも、くっつけて何になったの、なんかでも、なんか、たの、文字が出てきたし、あ、そっか、あとは天気だけやな、うん、2と4のやつね、あ、わかった、右左、わかった、うん、わかった、5月3日やし、5回と3回、雨のうちやから、雨ごと、あ、そっちね、そっちだったんだ、2と4じゃなくて、ま、あー、たま、たし、明日、また。また明日。また明日。うん。いいな、ね。お、だ、なんだ今の。うんうん。え、ほんでこれを、どうせと。この秘密のまじない?うん。が、秘密のまじない?また明日じゃないの、それは。ああ、左右っていうのはちょっと分かんないけど、どこでやるの。ここまでは順調だったが、この後から難航し、30分間本当に何も起こらなかった。よって全カット。単純にこれだけだった。こういうことか。うん。順番がこうや。明日じゃないの、明日またじゃないの、また明日でしょ。もう寝歌すぎて日本語が分からへんけど、まあ、た、あ、し、た、まばゆい光につかまれた、思わず見落とした。
気がつくとマイクの電池が残り少なくなっている。いいよ。どうやら無事に脱出できたらしい。もう二度とあの世界には行きたくない。また明日。あの教室は明日もどっかで誰かを閉じ込めようと待ち続けるだろう。えいえい。いや、面白かったですね。はい。面白かったです。うん。というわけで、黒板消しというゲームをやりました。違う、知らない教室で。知らない教室。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、コメント、どしどし、ご応募、お待ちしております。はい。またねー。またねー。